ナイオ・マーシュは、ニュージーランド・クライスト・チャーチ出身の女性劇作家、推理作家、演出家。ナイオは、ニュージーランドに産する歌墨の一種のマオリ語名に由来する。父のエドワードは、パン職人。母方の祖父は、ヨーロッパからニュージーランドへの初期開拓民の一人であった。両親は演劇を通して結婚した演劇一家である。出生日は、父親が1900年まで。 出生届の提出を怠っていたため正確ではない可能性がある。クライストチャーチ・フェンダルトン地区の家で生まれ10歳まで過ごす。10歳の時に父が建てたカシュミア地区の家へ引っ越し回しはこの家で生涯の大半を過ごすことになる。クライストチャーチの名門私立高専とマーガレツ、カレッジを卒業後、ニュージーランド大学カンタベリーカレッジ美術学院へ進学し、 絵画、演劇、ダンスを学ぶ。美術協会に所属し、当初は画家を目指していたが、大学時代に執筆した技曲、エーテリブルロマンティックドラマが劇団主催者の目に留まり、劇団へ参加することになる。マーシュは、女優として3年、演出家として4年を劇団で過ごした。室内装飾の事業を手掛けるため1928年に、とえ ロンドンに拠点を移すが、母親の病気を理由に、ニュージーランドへ帰国。1932年に、母親が死去すると、以後17年間にわたり、父親の面倒を見ることになる。ロンドン滞在中の1931年から1932年に、かけて執筆した、長編推理小説、アレンケーブ登場を1934年に出版し、作家デビュー。 アレンケーブシリーズは人気を集め、以後、1982年まで長編を32編、執筆する。1937年に再度都営し、フランス、ドイツ、ルクセンブルクなど、ヨーロッパ各地を旅行。都営中に第6作となる長編小説、アーティストツイン・クライムを執筆。ヨーロッパ滞在中には旅行記を執筆している。1962年に、 カンタベリー大学名誉文学博士号を授与され、1967年に大英帝国勲章を授与され、デームの称号を得る。1978年にはアメリカ探偵作家クラブ挙章賞,賞を受賞した。作家業以上に演劇に力を注ぎ、ラジオテレビ向け脚本の執筆、ミュージカルの脚本、演出を手掛け、戯曲を7本執筆した。1942年には、 ハムレットの現代劇をカンタベリー大学ドラマ協会で演出。マーシュが28作品で演出を手掛けた1942年から1969年の間はカンタベリー大学ドラマ協会黄金期と称されている。カンタベリー大学ドラマ協会は1945年に国内公演ツアー、1949年にオーストラリア公演を行っている。 1944年から1952年まで DD オコナー劇団マネージメントで演出を担当。1949年に3度目の都営をし、英国連邦劇団を設立。1967年にカンタベリー大学はマーシュの功績を称え学生会館内に内オマーシュ劇場を開館した。コケラオト氏はシェイクスピアのジューニアでマーシュが自ら演出を。 担当した。1972年には、クライストチャーチタウンホール内、ジェームズ・ヘイ劇場でヘンリー・五世の演出を担当した。32冊目の推理小説、ライト・セグンズの執筆を終えた一週間後に、クライストチャーチの自宅で死去。私生活では、生涯独身を通し、カシメヤ地区の家に77年間住み続けた。マーシュの家は現存しており、博物館として、 一般公開されている。マーシュの著作に関する資料は、ニュージーランド国立図書館内、アレキサンダーターンブル図書館、クライストチャーチ私立図書館、カンタベリー大学、マクミラン・ブラウン図書館に保管されている。アレンケーブシリーズその他、ありがとうございます。